강연을 들면서 그분의 다큐멘터리 방법을 이렇게 생각했습니다. 그분은 누노카 테트로라는 분인데요. 작년에 돌아가셨고, 그분은 처음에 이렇게 아시아에 대한 이렇게 영화를 찍었습니다. 다섯 편 정도 이렇게 60년대 후반부터 이렇게 70년대 걸쳐서 이렇게 첫 번째 영화는 도깨비 자식들 뭐 이런 번역하면 판 월남 전쟁 운동 일본에서 있는 그 월남 반정 운동에 대한 영화였고 두 번째는 웨노메게라는 제한 그 피폭자들에 대한 그 영화였고 세 번째는 모토신 카카라는 미천이 필요 없다 그러니까 오키나와 매춘부에 대한 영화 오키나와가 일본으로 이렇게 돌아오기 전에 찍은 영화고요 그리고 네 번째는 아시아는 하나다라는 영화를 찍었고요 근데 그 다음에 이렇게 갑자기 이렇게 팔레스티나로 갔어요 근데 굉장히 이렇게 거기서 고생을 했는데 아무튼 저도 이렇게 아시아를 찍으려고 하는데 아무튼 아시아에서 이렇게 세계로 이렇게 이렇게 뛸 때 좀 이렇게 그 영화를 찍는 거기서 영화를 작업을 한다는 게 굉장히 이렇게 힘들고 아무튼 그것을 자기의 방법으로 이렇게 표현하는데 굉장히 어렵습니다. 아무튼 그런 생각을 했습니다. 그런데 コースさんのお話ですね。 福子さんにとってそのアジアっていうか、要するに、日本と朝鮮との関係とかですね。あるいは、かつての植民地主義のことというか、をどう考えてるかっていうのを一つ、お聞きしたいということと、ちょっと聞こえない。あ、聞こえない。コースさんにとってそのアジアの問題というか、かつての植民地主義の問題と今の、ポストコロニアリズムというか、日本と韓国との関係とか、北朝鮮との関係のこととの世界というかね、そういうことはどうかなというふうにちょっと僕は思いました。이런 것이 식민지라고 할 수도 있고 탈식민지라고 할 수도 있는데 이것이 어떻게 세계 이렇게 관계되는지 이런 거에 대해서 어떻게 생각하시는지 僕にとってそのアジアというのはやっぱりその僕自身そのちょっと個人的な話であんまり理論的な話じゃなくなるんですが。 その一つにはその歴史というかその第二次大戦前と後の歴史コロニアルとポストコロニアルこういったような考えはもちろんその継続して考えたいんですが同時にそのある種のその地理的な考えでそのなんていうのかなジェオロジカルな考えっていうのに非常に関心を持ってて一つずっと思ってたことがあってそれはその カリブ海とその北米の関係というか、これはエドワール・グリスさんっていうマルチニク生まれの詩人というか小説家というか哲学者がいて、その群島世界といったようなことを言ってて、一つにはそれがその、いろんな文化の混合があるんだけれども、一つにはもちろんその、西洋植民地主義の、が、その三角貿易によってアフリカ人をその、
あのアメリカ大陸に連れてきて、そこでいろんな現地人とか、そのあの植民地とか、それから黒人奴隷の混合が起こったりとか、それがそのカリブ海においてはそういったようなその苦渋の歴史、抑圧の歴史、それからいろんな人種の文化が混合するのが、ある種のその非常な苦しみを抱えながら、同時にある種の多様性、多元世界に開かれている。で、この苦しみと、それから可能性が同時に存在するような、そのある種の像を提出しようとしていると思うんですが、あの僕はずっと韓国と日本の関係で思ってたのは、そのいい、ちょっと長いけど、はい、いいですよ、大丈夫。それは僕はあの個人的に、あの瀬戸内海、あの岡山で生まれて、そのまあ、あの瀬戸内海というのは面白い具合に、その朝鮮半島から船で来ると、そのあのちょうど入って瀬戸内海に入ると、その安全にその大阪とかあの辺に着くわ、あの船が着くっていうんで、結構その交通路、いい交通路になって、その朝鮮半島からそのあの船で来た時に、でそこでその僕なんかはそのかなりそのいろんな岡山にあるお寺とかで非常に朝鮮系の文物があったりして、あの僕のイメージではその東京の東の日本の東の部分と、その大阪から西の部分というのはかなり文化圏が違うんだよ。で実際にその大阪なんか の鶴橋 の例えば朝鮮街の方がもっと面白かったり、その非常にリアルだったりで、そういったようなある種の多元的なアジアが大阪から西の方にあるんだ。でその本当はその朝鮮半島から瀬戸内海につながるような地区っていうのは、ある種の群島世界として考えたい。そのグリシさんが言ったような、そのいろんな地理的な複合性の中で、文化的なその多様性が、あの非常に過去 その歴史、抑圧の歴史をはらみながら、ある種の多元性として花開くことができるかどうか、そういったように考えたときに、その地理的な要素がかなり抑圧されてるんではないか。その日本に行ったときに、この縦に長く見えてきて、それが朝鮮半島と切れてるけれども、現実の海流とかを考えたら、その例えばその釜山の方からその瀬戸内海にかけた方が文化圏の方が近いんじゃないか、そういったようにですね、群島的な世界として、そのある種の多元的なアジアみたいなものをその見直すことができるかどうか、そういうようなことが僕の関心の一つでは。개인적인이야기가되는데요어이거는야이론적인이야기는아니죠그래서일단말씀드리면역사를생각할때어2차세계대전어그이전과이후는이렇게계속된어것이라고저는생각합니다그런데어거기서어제가생각하고싶은것은또지리학어지리학적인것인데요어여기서약간어대비그러니까비교해서약간생각하는어사상가가있습니다그러니까그어조선과일본이런식으로생각할때그저는어카리브과어카리브해와이렇게북미의관계이런것을생각하는데요그어제가참조하는것은에드와르그리스상이라는사상가인데요그사상가는인도세계라는말을합니다 그지역에서다양한문화가혼합되고그런데그혼합은그삼각무역노예무역가이렇게납치된흑인들이이렇게현지인과이렇게혼합하는데거기서는굉장한고통이있고그런데그것과이렇게가능성함께이렇게가능성으로서의다양성이라는게이렇게나타난다이런그이미지를이렇게이사상가는이렇게제시했습니다근데저는이렇게개인적으로세토나이카이라는그오카야마현아오카야마현의이렇게출신인데요세토나이카이라는세토나이해세토내해죠그러니까그일본서쪽에있는그러니까그내해에면하는그런지역에서왔는데요저는이이렇게바다가굉장히재밌다고생각합니다왜냐하면이바다는오사카와조선의
지금 오사카가 된 지역과 조선의 그러니까 교통로로 이렇게 그 기능했기 때문에 그렇죠? 그리고 제가 살았던 그 지역에서는 여러 절들이 있었는데 그러니까 그 이 조선 반도에서 온 한국 한반도에서 온 그런 영향들이 이렇게 분명히 볼 수 있었어요. 그러니까 이것은 그러니까 동쪽 일본 동일본하고는 굉장히 다른 모양입니다. 그래서 서일본 그러니까 오사카에서 서쪽은 이렇게 다른 세계라고 생각합니다. 오사카에는 이렇게 조선인 거리 수류하시라든지 그런 거는 굉장히 이렇게 재밌고 이렇게 활발하고 이 오사카와 서쪽으로 저는 이렇게 중도 세계를 어떻게 생각할 수 있을까? 물론 여기에는 다양성과 억압이 이렇게 함께 있는 거죠. 그런데 또 여기서 또 이렇게 개념적으로 억압된 것은 지리적인 생각인데요. 아무튼 일본에서 일본을 생각할 때 또 종적으로 이렇게 긴 것으로 생각하는데 저는 그러니까 해류라든지 이런 바다에 대해서 생각할 때 사실 이렇게 서일본은 이렇게 조선과 더 가깝지 않을까 그런 이렇게 다원적인 아시아를 어떻게 그릴 수 있을까 이런 것은 저의 이렇게 관심사입니다. 예 시간이 좀 아까 예 짧게 좀 부탁드릴게요. 네. 제가 고소산에 대해서 되게 그 관심을 두고 높게 평가하는 점은 이제 아나키스트로서의 고소산인데 최근에 그 새로운 그 아나키즘의 대보라는 책을 출간하신 것도 알고 있는데 그 책에 굉장히 관심을 갖고 있는데 그 책이 담고 있는 핵심 아이디어에 대해서 조금 설명해 주셨으면 너무 감사하겠습니다. 私はコースさんに非常に関心が あって非常に高く評価させていただいているんですけれども特に一番素晴らしいなと思うのはアナキスト的なアナキストアナキズムに関する部分で最近その新しいアナキズムの系譜という本をまあ、実は最近ではないかもしれないですけども出されたっていうのを伺ったので、その、まあ、革新的な部分についてちょっとご紹介いただければと思いました。しばらく前に書いたのでちょっとあれなんですが基本的には、今日の話の流れとは全然違うんですがやっぱりその基本は同じで、そのアナキズムをその捉えるときにそのある種のどうしても倫理哲学的っていうかその倫理的なところからアナキズムは倫理的なところがあるんですよね。その平等とか相互扶助とかその友愛であるとか自主的なその連合であるとかこういったようなことはなかなかそのむしろその優越論的に定義しえない。でただそれをそのいろんなその闘争実践いろんな、いろんなその、まあ僕の言葉で言えば反権威主義的な闘争の実践の例を使いながらその、まあ、移動があったりそれからその、移動というか本で触れているのは実際にはそのエクソダスの例が一つあるんですがそれはその黒人奴隷が南部から北部に逃げたアンダーグラウンド例でいろんなその闘争のタイプの実践というかその人が移動したりその街でドンパチやるだけじゃなくていろんなその存在に良い存在生きることそれから日常生活に絡んだ形の闘争の例、の要例を挙げながらその倫理的なその戦い倫理的なそのある種のアナキズムの原理というのがそのよりなんか物質的なレベルでどういう働き方をしているかでそれとやっぱり最後の話に関わるんですがやっぱり地理的な問題というか、都市からそれからある種の地形的な問題、まあ一つの例はそのエリゼ・ネクリューというフランスの19世紀から20世紀初頭の第一地理学者がいてこれがアナキストでパリコミューンに関わったりして
その、まあ、クックロポトキンなんかの、その、ある種の哲学形成にその重要なその資料を与えたっていう人で、あのヨーロッパ中をほとんど歩ったり、それから南米のある部分をほとんど歩ってあの旅をしたりとか、その大地というかその地球に非常に密接な生きした人で、一つにはだから地球ジェオグラフィー都市、日常的なその闘争の形態、それとその倫理的それからな側面、これを一つのその何ていうか、いろいろないくつかの要領に合わせていくつかのその、まあそのそういったようなことをどういうふうにそのある種の一つの流れとして捉えられるか、まあそういったような大体そういうような本になる本だったんですが、まあだから今だからこれをだからある意味でその革新的な部分をその使いながらその哲学的なレベルでもう少し変えようっていう。사실 좀 그 책을 써서 좀 됐는데요. 그 어느 그 흐름에서 흐름과는 조금 다르긴 합니다. 하지만 이렇게 그 기본적인 부분에서 이렇게 공통된 부분도 있어요. 그것은 뭐냐면 아나키즘이라는 것이 기본적으로 가지고 있는 어떤 윤리성. 그러니까 윤리성에는 그 윤리성에는 평등이라든지 상호 구조라든지 우애라든지 자주적 연합이라든지 이런 것들이 있는데, 그런 어쩔 수 없는 그러니까 이런 뭐 윤리성. 사실은 그런데 이것은 유물론적인 관점에서 제시할 수 있는 것은 아니죠. 네, 네, 저는 네, 그 이 책에서 반공의적 투쟁의 그 실천을 이렇게 살펴보면서 예를 들면 어디서 났던 그 탈출, 엑소더스, 그 남북 전쟁 이전 그때 있었던 그 지하 철도, 안더그라운드 레일로드라고 이렇게 흑인 노예 흑인들이 이렇게 탈출을 하기 위해서 이렇게 사람들을 이렇게 도와주는 그런 조직들이 있었어요. 이런 이동 이에 대해서 소개한다든지, 아무튼 일상 속에 있는 어떤 정제 양태들, 그러니까 보다 물질적인 것으로 이렇게 그 아나키즘을 소개 하고 싶었습니다. 그리고 그렇기 때문에 지리학, 이렇게 지리적인 것을 이렇게 생각했죠. 그러니까 도시라든지 그 지형 이런 것들, 여기서 이렇게 결정적으로 영향을 받은 것은 에리제 레크류라는 프랑스의 지리학자인데, 사람은 이렇게 파리 코뮌에 참가하고 크로포트킨에도 이렇게 철학적인 영감을 주었던 사람입니다. 근데 이 사람은 유럽 곳곳을 이렇게 전체를 걸어서 이렇게 다녔고, 이렇게 남미도 거의 다 걸어서 다녔고, 어떤 그 지리 도시 일상 이런 거에 대해서 이렇게 썼습니다. 또는 이런 이렇게 차원과 윤리는 이렇게 다른 것인데, 또는 이런 부분에 대해서 여러 몇 가지의 이렇게 그 사례를 통해서 하나의 흐름으로서 어떻게 이렇게 그 아나키즘을 포착할 수 있을까, 이런 것이 이렇게 뭐 그 책의 핵심적인 내용이었는데, 지금의 이렇게 저의 생각은 그것을 조금 더 이렇게 철학적인 차원으로 내서 생각하려고 하는 그것이 저의 현재 관심입니다. 네. 우선 긴 시간 맞춰야 될 것 같아요. 긴 시간 굉장히 아침입니다. 아침 일찍부터 강연해 주시는 호선님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 아사 なんですけれども、こうして講演していただいた澤部さん、拍手。ちょっと聞こえづらいんだけど、長時間講演していただいてありがとうございました。
あ、いえいえ、はい、こちらこそ、はい、大変楽しかったです。はい、2時間から私もロンデレゲットを語ってて、そして夜遅くまでいらっしゃった皆さんにも感謝します。はい、何時ですか今そちらは？何時ですか？ん、何時ですか？いや、そちらです。9時、朝の9時50分。あ、青節あっちは青節50分じゃなくて、みんなこれから飲んだりするんですか？で、判断のおかしなよ。はしさらん、はしご。行く人は行くみたいな感じかもしれない。楽しみなら一緒に行きたいけど。ちょっけった。さちかごし。あしたことですね。残念です。はい、残念です。はい、どうもありがとうございました。あ、かみさみだ。현재한드리겠습니다지금현재다짐원에서강좌를진행중이고요오늘들어오시다봐주셨그안내식때보면안내종이에보면현재진행중인강의가포개되어있으시니까오늘재미셨습니다재미가있으셨다면강의를또부탁드리겠습니다네큰박수부탁드리겠습니다네시작하겠습니다오늘다아무이거는제가끝나도안뜰거예요혹시뭐하고싶은얘기있으신분이셔서아저저만만어그래아노예아노ときますけれども、もし何かしたい話があったら皆さんしてくださいっていうふうに今会社の方に英語でもいいですよっていう、はい、ではこれで公式の行事はここまでで、うん、はい、で、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最初の部分はちょっと考え、お疲れ様でした。本当に素晴らしい。なんか話がある時点でちょっとなんか面接じゃなくてなんかいやいや混乱してるってなって、いや、よかったですよ。どうぞ。はい、to the point。それでまたそのうちだから使えると思う。はい、そういえばどうなったのかなとちょっと心配になったりもしたんですけど、まあでも大丈夫でしたよね。スカイプで話しましょうかって話で僕が返事したんですけど、うん、見られました。そうそう、うん、見た、はい、それでだから、うん、見た、それでまだなんか時間がいつかってことになってないって言ってあれだったんですけど、まあでもイメージしますよ。それでそっちの、はい、だからお子さんもいるから大変なので時間もいいので、あ、はいはいはい、はい、そうですね、まあいつでも正直言って別にそんなに大したことじゃないんで、はいはいはい、ただまあイメージで、はい、カジュアルにするのであれば別にね、いや別にそのカジュアルでなんか本当に韓国で起こってるの知りたいなと。ああ、なるほどなるほど、はい、それで後だからね、うんうん、またその時に話す、はい、話すけど、はい、わかりました、うん、はい、まあ、僕が分かる範囲でどうにかなれば。最近なんかいろいろ韓国はもう大変ですよね。大変です、これはどうなるのかっていうのは、そのいろんなことが国内のこともそうだし、そのまあ、もちろん報道されてるでしょうけど、北との関係とかでもそうだし、でアノニマスがご存知ですか、アノニマスが北のサイトを攻撃して、うんうんうん、あれでこれは効果っていうのはどう？いや、まあ、効果はどうなのか分からないけど、そのアノニマスがそのなんていうか、あまりにもナイーブにそのサイトに、うん、のサイトがなんかソーシャルネットワークのサイトで、うん、その名簿を公開しちゃったんだけど、
その名簿にあの南に住んでる人の名前が載ってたんですよ。それひどいね。それで、あのどういうそのあれで分かんないじゃないですか、そのどういう理由でそこに名簿があるのかっていうか、 それぞれだと思うんだけど、うん、それで一気にあのだから、うん、もう ID がバレちゃって、もう、うん、まあ政府もなんか追及するかもしれないし、うん、ね、あの利的行為とかって言って、まあね、とか、あの今その韓国ネットの量が強いすごいんですよ。ネットの右翼が、あ、そういうアホみたいなやつらが、まあなんか、うん、テクノロジーだけはすごいから。そういう人たちのその何て言うんですか、個人情報を全部暴いてネットに流したり、そういうものすごい余波が起こってんだ。うん、そのアノニマスの後、そう、へえ、難しいね。あまりにもナイーブに、うん、全て公開すればいいっていう、全て、あとまあ、 あの北は独裁だから、そのこういうふうに攻撃して、うん、まあ、民衆が放棄するだろうみたいな、うん、ちょっと安易すぎるっていうか、あまりにも、うんうん、知らないっていうふうに、まあ、一応あの、うん、思ったりしたんですけど、でも、うんうん、実際のところはでもあれ本当にアノニマスがやったのかなっていうふうに考えたりもするし、あまりにも何て言うんですか、うん、メジャーなメディアの報道もそのままじゃないですか、北が悪いみたいな。うん、そうだよね、うん、もうちょっとセンシティブでもいいと思ったよね、俺もね、うん、誰がじゃあ得してるんだみたいな、これでもう完全にあの、うん、もう南のね、今の政権の思うがまま、アメリカの思うがまま、押してくれるんだみたいな、うん、で、これで別に北がどうなるわけでもないだろうしと思うんだけど、でも誰がやったんだろうかなっていうのはちょっと本当に、ね、はい、アノニマスだから分かりませんけど、アノニマスが怒られるからね、うん、あの僕フェイスブックって何の効果もないだろうけど、アノニマスのなんかグループにあのあるじゃないですか、そのアノニマスのコミュニティサイトみたいなのがフェイスブックに、はい、だからお前ら何やってんのか書き込んだんだけど、何の効果も何の返事もないけど、面白いことになりましたよ。もうなんか、ファックみたいな感じで。そこで議論とかされてある？全然あの何の議論にもなってない。単純にあの、うん、どこからやったのかな。なんかドイツのところ、ドイツのアノニマスはなんか関心があるみたいな、なんか。うん、結構出てて、あんまりアメリカのアノニマスっていうか、北朝鮮に関心ないみたいな感じがするんですけど、あ、じゃなくて、うん、どこがやったんだろう、うん、じゃあ、ちょっと OK、 はい、まあそんな感じで、あとまたそんな感じで、どうも、はい、どうも、はい、お疲れ様です、じゃあ、はい、頑張るか、はい、サムさん、また、はい、会いましょう、あ、じゃあ、さよなら、아쉬우신거나쁜거나쁜거나쁜거야이거가라고나쁜거넘대그라사이